人類的にですね、この40年で、なんと精子の数が半減してるんです。皆さんこんにちは。痛みの専門家、富永ペインクリニック院長、富永紀夫です。このチャンネルがいいなと思ったら、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。励みになります。よくね、妊活、不妊、ね、少子化問題とともにお話しされてるんですけれども、日本における不妊の定義からお話していきましょう。日本の、ね、定義ではね、健康なご夫婦が避妊をせず、夫婦生活を過ごしているんだけれども、1年間妊娠しない状態を不妊というふうに、ね、定義されています。で、現在の、ね、社会情勢として日本においては結婚と出産年齢の上昇がしていますよね。で、これはどういう背景からこうなっているかという、まあ、要項ってたくさんあると思うんですけれども、まあ、社会的にね、妊娠しにくい状況があると考えられています。具体的には経済的な問題であったりとか、まあ、女性側の社会進出だとかいう意見もありますし、まあ、一方でね、不妊治療の進歩っていうのも一つ考えられています。要するに、まあ、少し30オーバーでも35歳オーバーでも40歳でも、まあ、不妊のちゃんと治療したらできるんじゃないかということで、どん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 妊娠出産こういう年齢が後ろの方にずれてきているという社会的要因があると考えられているんですね。で、昔はね、本当に不妊症といえばですね、女の人が一生懸命ね、婦人科に通院されるような時代もありました。でもね、今よく調べていると女性側の要因だけではないと。WHO の調べによると、男性もその半分を担っていると。不妊の原因は女性ばかりではないんじゃないかと考えられています。男性だけに原因がある不妊は 24%、男女両方っていうのが 24%、女性のみにその要因があるというのが 41%、不明 11% ですから、男性側の不妊は、まあ、両方合わせると 48% ですから、2組に1組、これはもう男性側に要因があるんじゃないかということで、男性の不妊に関してはそんなに珍しいことではないというのが今の考え方です。じゃあこれね、まあ妊活する上において大切な男性力なんですけれども、その自信とか気持ちはどうなっているかなっていうことね。妊活に取り組んでいる20代から40代の男性1073名を対象とした2022年の報告から、あなたは5年前と比べて自分自身の男性機能をどう感じていますか。で、この男性機能っていうのは、まあ、3つに大きく分かれられます。1つは精子力、1つは勃起力、そしてもう1つが性欲です。その中で自分自身の気持ちとしてどうなってますかっていうと、まあ、5年前と比べると精子力弱ってるんじゃないかな、イエスって答えたのが 27%、いいえ変わらないっていうのは、変わらないか上がってるって言ったのは 29% でね、勃起力も5年前と比べたらそうだな、まあ弱ってるかなって答えた人が 29%、まあ、変わらないって言った人は 29%、 性欲が弱まっていると答えた人も 29% で、まあいいえって答えた人が 30% ですから、感じ方ではあるけれど5年前と比べると3人に1人の男の人たちというのは男性力、男性の性機能がなんか落ちてきたんじゃないかなと感じていると。まあこれが20から40代の人ですから、40代以上の人においてはね、男性更年期、テストステロンの減少も気になります。もっともっとこう不安要素感じてるんじゃないかなと考え推測されます。では実際男性不妊の原因はどういうものが考えられているかというとですね、もう 82.4%、 その8割は造成機能の障害、精子を作る力、育む力の障害だと考えられています。これね、あとは性機能障害が 13.5%、 閉塞性の性路障害って言って、もう精子が睾丸から作られて排出、噴出されるまでの通路に問題があると考えられているのが 3.9%、 その他が 0.2% ですから、分かっている問題としては精子関連が一番多いと。
その中でどういうことが不妊の要因になってくるかというと、精子数、数、もう絶対数が少ない。で、ある数はあっても運動率が低い。で、また含まれてはいるんだけれども、精子の、まあ、危険率が高い。なので、忍耐能力が低い。まあ、こういうことになってきます。精子関連がね、8割以上占めている。ということはですね、やっぱり妊活において精子力、精子を作る力、もしくは育む力、落とさない力ということが非常に重要になってくるわけですね。じゃあ、いやいや先生それはね自信があるよと考えている皆さん、結構衝撃の数値です。2010年 WHO 基準に基づく調査結果、ランダム、そう、もうピックアップしてランダムに選んだ男性の精子量、精子濃度、精子数、運動率、数値が基準値以下の割合っていうものをですね、辻村先生らがお調べになりました。これは2010年の報告から。なんとね、日本人4人に1人は精液の所見異常ありなんですよ。いつかランダムに選んでるんですよ。この人は悪いから調べてみようじゃなくて、ランダムでピックアップしてみると、いずれかもしくは複数のポイントにおいて、どうも精液所見、精子の元気具合とかね、数とか濃度に、ああ基準満たしてないよっていう人がいる。これ多くないですか？4人に1人ですよ。ってことはみんないろんな要素で減ってきてたり、濃度が減ってきてたり、危険率が上がってるっていうことなんですよ。でも本当に実感として多くないですか？で、それをまあ支えるデータっていうものが国際的なデータを示してみましょう。これね、人類的にですね、この40年でなんと精子の数が半減してるんです。びっくりしますよね。まあ40年前っていうのはどの時点の話かというとですね、1973年、昭和48年の、欧州人生殖医学会の調べなので、これは国際研究グループなんで、日本人だけのデータじゃないんですよ。世界中のデータを取って調べました。4万3000人の精液です。これを調べてみると、1cc あたり、昭和48年の男の人は9900万個含まれていたの、1cc あたりに精子が。ところがですよ、2011年、平成23年になると4700万個になってる。で、半減だわね。ってことは、過去の40年間で精子数が半減してしまっている、平均値がたったこの人類史上の40年でですよ、半減してるってことは、忍耐能力が激減しており、精子のこの WHO の基準を満たさない人が4人に1人っていう男性の数であるっていうことも全然不思議じゃない。わかります？ここまで来てるんですよ、人類的にはね。まあ、もともとの絶対数が排出され、製造されている、噴出されている精子数の数が半減しちゃってきている。まあ、しかもですよ、皆さんね、普通に加齢していきますよね。もうこの加齢問題っていうのは、スタート時点の数字がどうあっても、どうしても20代より40代、40代より60代っていうふうに減ってくるわけなんですよ。じゃあ、これもまた辻村先生らの報告なんですけれども、大体ですね、このさっきのはトータル数の話なんですけど、今回のは活発な精子数、要するに元気な精子数、忍耐能力が、まあ、あるであろう元気な精子数も20から30の間の人が1億8800万個だったのが、もう30から35、36から40、このね40以上になってこう激減してくる。なのでやはりですね、通常の健康生活を送っていても加齢に伴って元気な精子の数っていうのが減ってきてしまうのがナチュラルコースである。でしかもですね、この中には個人差があって、多い人もいいんですけれども、なんと20代から精子の老化がすでに始まっている人もいるという報告なんですね。なので精子のアンチエイジングが
若い時代から叫ばれる時代になっているっていう時代変化なんです。ちょっと驚異的ですね。まあ、みんな昔の大人の方がセックスして元気だった、なんかたくさん子供がいたっていうイメージありますよね。今はストレスだ、経済状況でなかなか子供が作りにくい、生まれにくいという前に、私たちの造成能力そのものが変化してきている。まあ、社会背景以外にも人の体自身も変わってきてるんじゃないかということなんですね。この動画の概要欄にジョイが教える特別なテクニック動画、極上のクンニ攻め、このうずきに耐えられないを公開しています。ぜひ下の概要欄から無料動画を受け取ってくださいね。スマホの方は動画タイトルをクリックいただけると URL が表示されます。次に概要欄中ほどにある青い URL をクリックして、無料動画極上のクンニ攻め受け取ってくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったらと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。概要欄に特別動画ジョイが教える極上のクンニ攻め、このうずきに耐えられないへのリンクを貼っておきました。ぜひ概要欄のリンクを確認してくださいね。こちらはサポートの関係で予告なく募集を終了する可能性があります。少しでもご興味があるならぜひ見逃さないでくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。